質問は孤独を感じることはいいことなのかと。ね、こういう質問ですね。でまずなんで孤独を感じるようになったんでしょう。もともとそうだったんですけど、もともと孤独だったんですね。もともと孤独だった。ここがポイントね。孤独じゃなかったのに孤独になったんじゃなくて、もともと孤独だった、それをごまかしてたんですね。ごまかしていた、ごまかしてたんじゃなくて、孤独なのに孤独を感じないのはどうして。いけない、孤独なのに孤独を感じないのをなんて言うか分かります。孤独なのに孤独を感じない、じゃあここは清盛さん、孤独なのに孤独を感じないの、ごまかしてた、孤独なのに孤独を感じないのを何と言うか。あ、仏教ですか。仏教、孤独なのに、ね、孤独を感じない。服ですか。はい、服というものですか。はい、服弁の、違う、孤独なのに孤独を感じないのなんていうか。孤独なのに孤独を感じない、もっと言うと苦しんでるのに苦しみを感じないのなんていう。孤独で苦しんでいるはずなのに苦しみを感じない。天道ですか。苦しんでるのに苦しみを感じないの。なんていうか、モーリー、なんていうか、苦しんでるのに苦しみを感じない、孤独なのに孤独を感じたい。感じないんですよね。感じない、感じない。しかもね。孤独なのに孤独を感じない。藤原さん、孤独なのに孤独を感じないの、なんていう。文脳と違うんですか。孤独なのに孤独を感じないのはどうしてか、なんていうか。深堀さん、孤独なのに孤独を感じないの、孤独なのに孤独を感じない、孤独なのに孤独を感じない。お母さん、孤独なのに孤独を、皆さん絶対知ってる言葉です。シャケ、絶対知ってる言葉です。絶対、絶対がつきます。絶対、これを知ってないことはない。これは絶対みんな知ってる。孤独な世界ですよ。孤独な世界なのに孤独を感じない。孤独なのに孤独を感じない。分かんないですかね。難しいですかね。出てこないですかね。ヒント。地獄だ。そう、地獄っていうんだ。ね、なるほど、そうだってなるでしょ。地獄。そうなの。地獄っていうのは、地獄っていうのはね、
ね、本当孤独な世界なんです、うん、孤独な世界だけど孤独だっていうことを感じない、うん、地獄っていうのは苦しんでいる世界、ね、だけど苦しみを感じない世界なんです、ね、だから苦しみを感じなかったらその人は苦しまないという苦しみは、じゃあ仏教ではね、苦しみを感じるからこそ苦しみから抜け出していくことができるんです、うん、苦しみを感じなかったら、うん、苦しみから抜け出すことはできないんです、うん、そうだからこれが楽しみになってや、楽しみじゃないんです、うん、苦しみ、ね、苦し抜け出した時に初めて あの時あんなに苦しんでいたなっていうことを感じるものなんです。だからあんな世界に戻りたくない、抜け出した時に思うものなんです。抜け出してる最中はね、苦しんでいながら苦しみを感じない。それはどうして、どうして京さん、どうして地獄はどうして孤独なのに孤独なということを感じない。うん、怒りでごまかしてる。苦しみなのに苦しみだということを感じない、感じない、感じない、感じないの。どうして、どうして、やっぱり目を背けてましたね。その、うん、目がどこに向いてた。外、うん、外、外の、あの外面という、外面じゃなくて、うん、目が地獄ね、孤独を感じなかったのはどうして。もう孤独じゃないと思ってたんですよね。うん、うん、ね、ありがとうございます。孤独、孤独を感じなかったのは目が、うん、目が自分の目が、うん、自分の目が、うん、目が、目が、京さん、目が外側に向いて、うん、外側じゃなくて、目が、目が内側ですね、うん、目が見えてない、うん、目が自分のことしか、うん、違う違う、目が第三者、うん、目が人に向いてる。目が 人に向いていると、ね、問題にならないんです。寂しさが。ね、人に向いてて、その、うん、人にこう拒否されたりとかしたら、孤独を感じる。孤独を感じるんじゃなくて、人に対する恨みが起きるだけなんです。うん、人がこうしてくれないから、私はこんな気持ちなんだって思う。人が楽しそうにしているから、僕は寂しいんだと。そう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 。だから寂しい、寂しいんですよ。寂しいんだけど、寂しいその気持ちを全部人が悪いっていうところに向けてるわけ。そうそう、寂しさを感じないわ。腹が立つだけなんです。ね、だから今までは、ね、苦しみが起きた時に
その苦しみの原因は人だと思ってる。いや、タイムそう、タイン時間ね。人が変われば、人が変われば自分は苦しまなくて済む。こういうふうに思ってたってことです。私がイライラしないように、私が嫌な気持ちにならないように、人がこうしてくれたら、人がこうしてくれたら。もう少し気を使えた。そう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 、私は気を使っている、うん、あなたも気を使ってね。そう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 、うん、なるほど。うん、自分がイライラしないように自分が気をつけて、うん、気をつけてんだからあなたも気をつけて。そうそうそう、自分も人がイライラしないように気を使ってるからあなたも気を使ってねと。いや、まさにそんな感じでしたね。うん、うん、うん、ね、だからなんか問題があった時には自分がそうならないように、そう思いね、そう相手にそんな気持ちをさせないように気を使うだけなんです。だから例えば自分が寂しい思いをしたとしたら、私は寂しい思いを与えないように声をかけようと思う。だから私は寂しくならないですよね。こうやって気を使ってるんだから。それはいいことですね。はい。いいこと？清本さん、いいですか？私が寂しい思いをしたときに、ね、相手に寂しい思いをさせ、私はこんなことで寂しい思いをしたから、寂しい思いをさせないように相手に気を使う。ね、だから私にも寂しい思いをさせてはいけないよね。ね、それが常識ですよね。常識。私はその常識にのっとって、ね、気を使っている。それがまあルールというか、もらう、うん、そう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 、うん、私は気を使う。そしたら相手も気を使ってくれる。これが当然。だって常識だから。ね。相手に気を使うことは常識。だから相手も私に対して気を使うのも常識。ね。私が寂しい思いを感じたならば、寂しい思いをさせないように私は振る舞う。なんでか、それが常識だから。だから当然相手が寂しい思いをさせないように気を使うのは常識ですよね。完全に押し付けですよね。押し付け？押し付け？でできてない人を責める。これぐらいでやるのが当然だっていうふうに思う。相手からするといい迷惑ですね。うん。こうすると孤独を感じない。なんで？孤独を感じない。孤独を感じない。なんで？どうして？なんとなくわかる。じゃあ清本さん、なんとなく
孤独を感じ、常識に守ってるから、うん、相手も常識を守ってくれるだろうと、うん、いうふうに思いになって感じないんですか。ええ、なんで感じない、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 ちょっとピンとこない、ね、例えば僕がね、うん、歌の発表会があったとする、うん、ね、ね、僕が歌の発表会があるんだから当然みんな来て、うん、当然ですよね。ね、なぜなら僕はね、あの他の人が歌の発表会があった時は僕はいつも参加している、気を使っている、ね、だからあの人たちは日頃僕が心がけて参加してるからね、参加して当然ですよね、みんな。その中で一人でも参加しない人がいたら、なんで あんなに僕はあの人のために参加したのに、なんで参加しないんだ、寂しくないでしょ、わかります。私は参加してきた、人のいろんなイベントに、ね、人は私のところに参加してもらって当然だ、わかります。なんで寂しくないか、その例えだとはちょっと違いますけども、別のことに変えて考えてるんだったら、うん、多分怒りを出すことによってごまかすんじゃないかなと思うんですけど、いやいや違う違う違う、その孤独を感じないのはどうしてかってことです。孤独を感じないのは、孤独を感じる、本当は孤独を感じてるんですよ、ずっと孤独を感じてるんだけど、孤独を感じないのはどうしてかってことです。孤独を感じないのはどうして、常識から外れてる相手が悪いって思う。いやいやいや、孤独を感じないの、孤独を感じないの、清野さん、孤独を感じない、今の話だったら孤独を感じないの、感じない、孤独を感じないの、まあ自分がやってるからやってもらって当然と、こういう思いがあるからですか、してやってるからしてもらって当然だと、今孤独なはずはないと思ってる感じなんですか。うん、孤独じゃない、孤独じゃないっていうのはどうしたの、孤独じゃない、孤独じゃない、常識の通りに人は動くと思ってる。だからどういうこと、うん、どういうこと、孤独ってのはだから自分の思い通りに人は動いてくれない、うん、ねえ、孤独っていうのは一人ぼっちってことなんです。一人ぼっち、ね、うん、一人ぼっちじゃない、今の話だったらね、私はね、人、いわゆる何かをしてもらったら必ずお返しをしてる、ね、何かをしてもらいたいときには自分からしている、ね、だから私は必ずお返しをするのが常識だから、ね、だから人間関係があるように思えるわけ、ね、人間関係が、私はお返しをしているからみんなお返しをして当然だっていうふうに思うわけ、ね、私職場にいた人が、うん、古い60過ぎのおじいさんが、うん、年賀状の100枚とか出すんですよ、うん、でもほとんど帰ってきてないと思うんですよ、うん、そう、年賀状100枚出してる。そうするとね、人間関係、私はそれだけやったら必ず帰ってくる、ね、こういう関係を人間関係だと思ってるわけ、ね、私はね、私は
ちゃんと来たものは返してる。ね、私は何かしてもらったらちゃんとお返しをする。相手もやってくれて当然だと。私は不快な思いをしたら、ね、不快な思いをさせないように気を使っている。だから不快な思いをさせないようにするのが当然だと。私が不快な思いをしたならば、当然私はそんなことしてないのにっていうふうに思うわけ。そんなことしてないのに、なんでそんなことするのと。だから人間関係があるように思ってた。人間関係っていうのは何かをされたらお返しするのが人間関係ですよね。ね、お返しするのが人間関係ですよね。そうですよね。人間関係ですよね。人間関係っていうのは何かちょっとプレゼントをもらったら、あ、お返し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 をするね。バレンタインチョコをもらったら、ギリチョコでも一つもらったらホワイトチョコを置くからね。ホワイトデーでお返しをしないといけない。これが人間関係ですよね。人間関係ね。だから私は嫌なことを受けたら嫌なことをしないように気をつける、ね、だから相手も嫌なことを私の嫌なことをしないのが当然ですよね。だからこれが人間ね、お母さん、これが人間関係ですよね。これが人間関係ですよね。何かをされたら何かをお返しするね、そういうのが人間関係ですよね。だから私は気を使ってるから相手も気を使うのが当然だ。これが人間関係ですよね。違います？人間関係ね、清水さん、これが人間関係ですよね。人間関係ね、これがなぜ孤独なんです。ああ、これはね、関係を深めようと思ってやってるわけじゃないからなんです。相手からね、文句を言われないためにやってるだけなんです。常識をなんとか保とう。そう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 、そう、相手とね、関係を深めないためにやってるんです。深めないためですか。そう、うん、貸し借りがあんまなくしてた。関係を深めるっていうことはどういうこと。関係を深めるっていうことは、人間関係を深めるっていうことは、相手に対して人間関係を深めるっていうことは、人間関係を深めるってのは相手に対してね、嫌な感情を起こしたりとか恨みを起こしたりとか悪い感情が起きてきたりとか、そういうのが、ね、人間関係が深まってくるっていうことですよね。ね、いい感情だけが起きるっていう関係はなくて、悪い感情が起きてくるのもまた人間関係が深まってきたからですよね。で、私たちはそういう悪い感情を起こさないためにね、起こさないために関係を初めから深めないようにしようとする。これが
孤独っていうことなんです。わかります？今言ってる意味わかります？お母さんわかります？孤独、関係を深めないためにやってるんです。例えばね、私のね、嫌な気持ちをさせないためにみんなが気を使ってくれるとしたならば、それは私にとっては心地いいけれども、それって相手にとってはね、この人と関係を深めないためにやってる行為なんです。例えば私がね、みんなが楽しそうにやってたら嫌な気持ちになるとしますよね、うん、そしたら私が来た時にみんな楽しい気持ちを、楽しいおかえり、おいあいつが来たぞってさっとこう静かにしてくれると嫌ですねいやいや、それはあたかも初めから楽しかったっていうことがないような感じにしてくれる。もしそう、私は何にも感じないけども、それって相手からしてみたら ね相手からしてみたら私に気を使ってるっていうことは私と関係を深めようと思ってないっていうことなんです。だから私も関係を深めないようにしてる。それがこの常識なわけ。だからこういう時はこういうふうにしてあげることが常識だっていうことでやってるってことです。ね。そして相手はこういうふうにしてあげれば、わあ嬉しいです。ありがとうございますみたいな感じでやってくれるのが常識だと。その常識と常識とのね、なんつうか、私が寂しい思いをさせないようにみんなが気を使い、私も気を使う、こういう関係が理想だと思ってる。お母さんわかります？これどういう関係？うん、そう。関係を深めようっていうのがないわけ。これが、でもね、この状態は孤独を感じないんです。私も気を使い、あなたも気を使ってるから。ね、私が寂しいっていうふうに感じたときは、私が悪いわけじゃなくて、寂しい思いをさせたあいつが悪いわけ。私は相手が寂しい思いをさせないように気を使ってるのに、相手は私が寂しい思いをするように気を使ってない、ね、寂しい思いをさせないように気を使ってない、これが問題だっていうふうに思う。だから相手が寂しい思いをしね、ね、私にさせないように気を使ってくれることが大事だっていうふうに思う。でもそれってね、それっていわゆるこの人と関係を深めたいっていうふうに思ってるわけじゃないわけ。ね、私が寂しい思いをさせられるような悪い人間じゃないかどうかが問題なわけ。わかります？お母さんわかります？難しい？ね、問題が私が悪いかどうかっていうことが問題なんです。
ね、私が寂しい思いをしたならば、私が悪いのか、人が悪いのか、こう思ってるわけ。私は悪いことをしていないならば、寂しい思いを相手はさせている、相手が悪いんだっていうふうになるわけ。だから私は寂しい思いを受けないようにいつも気を使うし、ね、そして人は私を寂しい思いをしないように気を使わなくちゃいけないっていうふうに思ってる。そうすれば寂しい思いしなくていいですね。そうそうそう。ね。だから私は気を使ってるから、寂しい思いをしぬね、相手から受けないように気を使ってるから悪くない。私は悪くないから寂しい思いを受けることなんてないんだと、こういうふうに思ってるわけ、ね、でもこの関係っていうのは相手と人間関係をね、深めようっていう関係じゃないわけ。これは私が悪いか相手が悪いかっていう、そういう関係なんです。ね。でも孤独は感じないわけ。なぜかって言ったら、孤独を感じる、ね、感じないのは自分はちゃんと人に対してやってるからっていうふうに思ってる。だから相手がやってくれなかったならば相手が悪いんだ、私は悪くないんだ、だから相手に対して怒りが起きるだけで相手が変わらなくちゃいけない、相手が悪いんだから。自分やってるんだから、うん、問題は相手ですよね。そう、お母さん分かります？難しい？そのなんていうんですかね、人がこう動いて当然っていうのがあるんです。こう動いて当然ね。私が寂しい思いをしないようにこう動いてくれて当然っていうのがあるんです。だから孤独じゃないわ。孤独じゃない。私は人に対してこういうふうにやってるから人も私に対してやってくれるはずだっていうのがあるから孤独じゃないわけ、ね、人が動いてくれて当然だから、ね、だから私も常識に従って動いてるし相手も常識に対して動いてくれて当然だっていうふうに思ってるから孤独じゃないの。数学で方程式みたいな。そうそうそう、方程式。人がこう動くのが当然だっていうのがあるんです。それはもうちゃんと決まってるんです、公式で。そう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 。だから動いてくれて当然だから。私は寂しい思いをすることはない。私もやってるから。だから孤独じゃないの。だけど孤独じゃないけどね、孤独を感じないけどね、孤独を感じないけど、この関係っていうのは人とちゃんとした関係を作ろうっていう思いじゃないわ。
ね、わかります？お母さんわかります？このこう今ね、これは、ね、すごい大事な部分なんです。大事な部分っていうのは、大事な部分っていうのはね、そのやね、やったら やってもらえると思っている関係っていうのはね、これは本当はずっと孤独な世界なんです。孤独な世界なんだけど、孤独を感じないわけ、ね、孤独な世界なんです。やったらやってもらえるという関係っていうのはね、人がこう動いてくれて当然だっていうふうに思ってるから、人はやってくれる。気を使ってやってくれる。ね、だけどそれは、その人の心はね、私に向いてないわけ。形だけ。そうそうそう。それでも、私は人がいるように思ってた。ここで問題になったのは、ね、誰が悪いかっていう話なの。誰が悪いか、これが問題だった。だから私が悪いのか、人が悪いのか。私が悪くないってなったならば、人が悪い。人が悪いから、人が直してくれなくちゃいけないっていうことになる。ね。自分が悪いときは自分が気を使えてなかったっていう。自分が悪かったときは、自分はこれから気を使っていこうとする。気を使っていけば、私に関わる問題は起きないと思う。起きない。実際は起きるんですよ。実際は起きるけど、人を責めるから、ね。人を責めるから、だから、人が悪いし、人を責めてるから、ね。だから、起きないと思ってる。で、責めれば、相手は、私がこんなに寂しかったっていうことに気がついて、直してくれると思ってる。ね、だから誰が悪いかっていう話をしていたわけ。それが仏教を聞くとここから変わるわけ。ね、どう変わるかっていうと、どう変わるかっていうとね、私が寂しい思いをね受けたならば、ね、誰が悪いかじゃないわけ。どうしたら寂しい思いを解消できるかっていうことに心を向けていくわけ。わかります？今までは毒矢の例えだったら矢が刺さるでしょ？矢が刺さったらね、誰が刺したかっていうことを問題にするわけ。ね、矢が刺さったら、うわー、矢が刺さった、こいつ誰が俺に矢を刺した、俺はそんな矢を刺せられるような人間か、俺が悪いのか、俺が悪いからこんな矢が刺さったのか、こういうことを問題にしてたわけ。ね、だけど仏教って何かっていうと、仏教っていうのはね、誰が矢を刺したかっていうことは関係ないんです。ここがポイントなんです。誰が矢が刺したか、どんな気持ちで刺したか、悪意があったかどうか、そんなことどうだっていいんです。私は今矢が刺さって毒が回って苦しい。この毒をどうしたら抜けるか、それだけを考えるんです。
今までの考え方だったらね、孤独を感じましたと。そうするとね、孤独を感じ、ね、感じるようなことを自分がしてきたんだ、してきたんじゃないかと。自分を責めたり、私に寂しい思いをさせるなんて人が悪いと人を責めたり、ね、どこに原因があったかっていうことばかりを問題にしてた。こんなことはね、どうだっていいんです、ね、誰が悪いかなんてことはどうだっていいんです。今私は寂しい思いを受けている、ね、この寂しさを、ね、私はどうしたら抜けるか、それだけなんです。気がつかせてくれてありがとうみたいな。そう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 、ね、だから今までは誰が悪いか、悪いかっていうことで生きてきたわけ。例えばそれが私が悪かったならば、私はこれから気を使いますと、気をつけていきます、気をつけていけばそういうことがなくなると、こういうふうに思ってた。それって人間関係を深めようっていう努力じゃないわけ。私がやれば、私がちゃんとすればこんな結果は受けない、ね、一員一家みたいな感じだ。わかります。私が種をまけば、ね、人の気持ちは関係なく結果はやってくる。それは私自身が自分の気持ちを無視して常識に従ってたから。私の気持ちはどうであれ、常識はこうだからこうしなくちゃっていうことで動いてた。だから私がやれば相手も常識に従ってやってくれるだろう、ね、こういうふうに思ってた。だから寂しくなかった。私さえちゃんと悪いことをしていなければね、その何の結果も受けないんだ。それが仏法を聞いてね、仏法を聞いて私の受け止め方を変えればいいんだ。世界を変える必要はないんだ。私の受け止め方を変えればいいんだということに気づいたわけ。ね。気づいたおかげで急速にね、いわゆる人を動かすために自分が動くっていうことがなくなってきた。今までは、ね、常識があって私が動けば人が動くっていうふうに思ってた。私は常識に従って動いてきたから人も常識に従って動いてくれるもんだ、感情は関係なく動いてくれるもんだっていうのがあった。それがね、その私の受け止め方をどう変えるかってね、そこに心を向けた結果、世界は変わらなくてもいい、ね、例えば僕は清盛さんのことが許せないんですと、清盛さんがこういうことするから、ああいうことするからこれが許せないんですっていう人がいたとする、ね、その許せないんですっていうふうに思ったとしても、清盛さんは変わらないと思ったら私の受け止め方を変えればいいんだっていうふうになるわけ。あ、私はもう、私は受けね、私は私で生きていけばいいんだ。私の心をどう受け止めていくかっていうことが大事なんだっていうふうになるわけ。なったら、清盛さんがどうだっていうことは関係なくなるわけ。私の受け止め方次第だ。ね。
だから清盛さんに私が一生懸命やっていたことも、清盛さんがやってもらいたいと思っていたことも急速になくなる。なくなったと、と、ね、どうね、同時にいわゆるこの清盛さんと僕との本来の関係が分かってくる。本来の関係が孤独だっていうこと。私は今まで一生懸命人に対して尽くして人のために書いてくるっていうことを期待してやってたけど、ね、やってたけど、そういう努力をなくした時に、私ってみんなから見てどんな存在かっていうことが分かってくる。それが孤独だったってこと。全部取っ払ったら、そう、全部取っ払ったら孤独だったと。あ、私って孤独だったんだ、ね、孤独だったんだ、ね、ちょっと見えた。そう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 、うん、だから孤独を感じることはいいことなんです。でここで大事なのは、孤独を感じたから誰が悪いじゃないわけね。誰が悪いんじゃなくて、孤独にならないように私がこれからどうするかが大事なんです。また別の努力があるわけですね。そう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 。うん。そう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 、だから全部取っ払ったね、取っ払ったら、あ、私って結局人の心を動かすような努力はしてなかったなっていうことなんです。つまり常識で動いてたわけ。常識だからね、人の感情はついてこなくても、こういうふうにやればこういうふうにやるものだっていうので動いてくれると思ってた。でそういう努力をやめた結果、あ、そうか、私も、ね、私はこの中で本当に孤独な存在だなっていうことが分かってきた。そうですね。表面上でしか付き合ってなかった。そうそう、表面上でしか付き合ってなかった。そう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 。気づいて。そう。だから、人の心を動かさないといけないんです。人の心っていうのはね、一回やれば一回返ってくるものじゃないってことなんです。ね、一つ声をかければ一つ返ってくるものじゃなくて、ね、心が動くまで声をかけ続けていかなくちゃいけない。孤独だからこそ孤独にならないような努力をこれからは続けていかなくちゃいけない。そういう努力は人によって違うんですか？努力っていうのはね、まず自分が人に近づいていく、うん、そしてね、私がね、あなたのことを必要としているっていうことを伝えていくってことなんです。うん、私たちはね、こっち側にいるときはね、必要とされたいって思ってた。必要とされていたら無条件で私のことを見てくれると思ってた。ね、無条件で見てくれると思ってた。うん、ね、それがね、これからは私が孤独にならないためにね、必要とすることなんです。
例えばね、今までは子供のお世話をね、僕だったら子供のお世話をしていけば、子供は私のことを必要としてくれると、必要とされる存在でありたいっていうふうに思ってた、ね、必要とされる、ね、お父さんのこと必要だよ、お父さんのこと必要だよっていうことで嬉しい喜びを感じていた、ね、孤独を感じてからはね、いやほんなね、必要とされるかどうかなんてどうだっていいと、私が必要とする、私が必要とするっていうことはね、相手がね、じゃあ必要としてくれたね、必要とされた相手はどう動くかっていうのは、その相手自身の心で決まるわけ、それはその相手に委ねるってことなんです、この不確定要素に委ねていくっていうことなんです。こっち側はね、常識だから、なんかこうどうやっても崩れない関係が欲しいわけ、必要とされていたら崩れないじゃん、ね、離れないっていうことで確定してるわけ、こういうのが好きなわけ。もうだから、もうなんか感情はどうであれ、なんかこう、ね、くっついてくる関係が好きなわけ。それが、こっち側はね、心っていうね、もう、あやふやなものを信じるっていうことなんです。そしたらやってる人はなかなかいないの。うん、なかなかいないです。なかなかこう、みんなこっちが常識の、ね、常識の。ね。でも、いや、私はね、寂しいんです。寂しいんです。ね、清盛さん、私のためにこうしてくれませんか？出してくれないんですか？と。私は寂しいんですから。ね、私こうやったら本当にですね、清盛さんから冷たい思いをされてるような感じがするんです、うん、いうのとね、こっち側はね、清盛さんを変えてやるためにこういうふうにしないと変わらないんだよ、こういうふうにしないと、何のために変えてほしいか、清盛さんのためじゃないよ、私が気持ちよく暮らして清盛さんには変わってもらわないといけない、こうなんか大冗談に、こっち側でも大冗談に構えて、もう本当に清盛さんはやっぱおかしい、変わってもらわないといけない、私がこんな風に寂しい思いをしてるいることに、ね、平気で、ね、あんなこともできてる、これは許せないことだ、ね、でもこっち側はね、清盛さんお願いします、私が寂しい思いをしないように変わってもらえないでしょうか、心を動かしてる、心を動かす、どっちがいいですか、清盛さん、後者の方がいいですよね、仲良くしたんじゃないですか心を動かす、試行錯誤したんです、はい、分かっていただけたでしょうか、じゃあ休憩したいと思います。